スタートしました。7頭が揃っております。外からはマルブツファーストライナカーペンター、やはりライナカーペンターが内からスルスルと上がっていきました。そして、2番手にはマルブツファーストでやります。その後は5。馬身6。馬身と空きました。外からは目白デュレンがいっていますが、目黒朝日、そして後方は2。馬身ぐらいのさ。須田ホーク外は玉藻クロス、そしてその内からはシルクオーシャンがいっています。 各馬は1周目でありますまず第3コーナーのカーブ過ぎでありますが ライナーカーペンターが先頭に立っています。リードが2馬身から3馬身というところでやります。そして2番手には丸靴ファースト、その後はおよそ7馬身からさあ6馬身ぐらいでしょうか。目白デュレンが3番手に続きます。そして、4番手は1馬さ。馬身差目黒朝日さあジ、目白デュレンを見るように内をついて玉もクロスでやります。ゆっくりとしたペースでやります。2。馬身ぐらいのさすがホーク最高峰は内をついてシルクオーシャンが行きました。 これから第4コーナー1周目スタンド前に入ってまいりました7頭でやります。 ゆっくりしたペースでやりますがダイナ・カーペンターが先頭でやりますダイナカーーカペンターが先頭リードが2馬身とやや詰まってまいりましたそして2番手はマルブツファーストそして内からは玉もクロス早めに来ましたが玉もクロス3番手でやります4番手は2馬身差、外からは目白ディレンでやりますその後は1馬身半遅れましてシルクオーシャン、須田ホークそして最後方は目黒朝日。 ほとんど展開は変わりません。第一コーナーのカーブにかかりました。早めにタもマモクロスが上がってまいりました。タマモクロスが三番手から二番手をうおうというところでやります。先頭はダイナカーペンターでやります。リードが一馬進半。マルブツファーストが二番手。三番手は一馬進半差。タマモクロス二馬進差。目白ジレンそして三馬進差。内からはシルクオーシャン一馬進差です。ダホーク最高歩はおよそ五馬進から六馬進差。 目黒朝日が相変わらず最高峰であります。 淡々としたペースで少しずつペースが速くなってまいりますがダイナ・カーペンターのリードはおよそ1馬身ぐらい丸仏ファースト2番手、2馬身差、玉モクロス1馬身差、外からはメジロ・デュレンとほとんど順位は変わりませんメジロ・デュレンが少し動き始めまして今度は玉モクロスと並んでまいりまして3コーナーのカーブにかかろうというところでやりますメジロ・デュレンが動き始めましたあと 800m を通過玉モクロスはまだ控えています4番手でやります5番手はシルクオーシャンそして遅れまして目黒旭と菅ホーク この各馬も徐々に差を詰めてまいりましてさあ先団から新加入まではおよそ56馬身の圏内に入ってまいりまして固まってまいりました。 ダイナカーペンターが先頭でありますが、外をつきまして、今度はマルブスファースト、そしてメジロデュレンが行きました、タマモクロス、それを見るような感じで400の標識を通過、さあ追い比べとなりましたがどうか、さあダイナカーペンターがいやいっぱいになりました、マルブスファースト、メジロデュレン、さらにはタマモクロスも伸びてきたぞ、タマモクロスも伸びてくる、大外からは目黒朝日であります、あと 200m を通過、さあ、何が抜けるか、ダイナカーペンターが頑張っている、マルブスファースト、タマモクロス、メジロデュレンは伸びない。 タマモクロスとマルブツファースト並んでゴール3頭並んでおりましたこれは際どくなりました内からはダイナーカーペンターそして中はタマモクロス外はマルブツファーストこの3頭が並んでいました